三人同時は熱いっすね。熱いよ、もう熱いだけよ、ほんとに。東京デトリスがありますので、東京でどうで勝負しようや。やっぱテトリスはね、視聴者も何が起こってるか分かりやすい。うっさいな、セガうっさいですよね。やば、セガに怒られますよ。うん、いや元気でいいよね、うん、よし、何やこれ。プヨテトね、プヨテトなんですけど、テトリス選んだらいいだけですからね。あ、なるほどね、うん。テトリスって任天堂やね。いや、これセガやで。ああ、そうや、確かにね。ん？じゃあ、座り位置ちゃんとしようか。俺が 1P、ヤッシャンが2使おうか。俺2です。ああ、で、鉄鉄が 3P。もう一個あるの？もう一個あります。今、森田のタバコ待ち中です。俺このね。知ってること言わんといてください。そんなやつやったっけ？ノーマル A。で、テトリス選んだ？ノーマル A。はい。じゃあ俺はこの、シグという青い髪の女の子いきます。ヤッシャンは王です。王という黄色い可愛いの選んでます。で、テツテツが、いいね、リスみたいなやつ選んでますね。リス、何これ、ノーマル。はい、ノーマル A でいいです。ほんま、はい。変なとこ疑わないでくださいね。で、操作方法は簡単です。下を落としたら下行くけど、上を押したらすぐにトーンと落ちます。上、いや、それ嫌やわ。いや、それシンプルルールやん、それは。で、LR で 1個保留できます。LR、うん、どっちでもいいです。うん、はい、はい、以上です。下押したら何でしたっけ？下押したら普通に下落ちる。うん、上押したら高速で落ちる。はあ、はい。じゃあ、一番左が BKB、真ん中ヤッシャン。これなんなん？一番右、あの、森田、緑のとこ追ってください。はい。コンピューターが頭入るんちゃうかな。よっしゃ。レッツゴー。これめっちゃ見づらいんちゃうか。多いな、お前なんかそういうの。そういうの多いねんな。はい、左 BKB 真ん中やっしゃん。ちょっと黙ってください。左 BKB 真ん中やっしゃん。うわ、これむず。右森田です。さあ、ここで名誉挽回といきますか。いや、これむずいね。さあ、どうなるんでしょうか。ん、さあ、BKB 行きます。そうか、テトリス BKB、 いいや。お、さあ、どうなったでしょうか。ナイステトリスでしたね。さあ、完全にテトリスは、もう一番左がキレくてしゃあないよね。はい、テトリス BKB。 あ、やば、あ、死んだ。辛いな、ちょっと待って。じゃあ、これ見づらいな。ちょっと森田、そういうのせこいから、お前やめてな。見づらいとかせこいで。死んだらおもんな。あ、もう死んだん。はい、見づらいな。そしたらなんなん、見づらいって。別に見やすいけどな。ヤッシャン、ちょっとね、待っとってください。これ先に2勝したら勝ちなんで。あ、バイクさん、これめっちゃ得意みたいな感じや。いや、得意得意。辛いな。なんかそういうのやめて。なんか俺がさ、ちゃんと勝ってないみたいになるからさ。まあ、でも森田粘ってんな。いや、見づらいんですよ。なんなんそれ。あ、バイクさん強い。まあ、やっぱシンプルに落としていくだけなんで。こんな見づらいの。なんなんそれ。ケチつくからさ、俺の勝利に。別にこれ負けても、あの、先に2勝したら勝ちなんで、まだ決定じゃないんでね。おお、粘るな。見づらいけどな。まあ、でも BKB の有利には、変わりがないんじゃないでしょうか。なんだこれ。
一回負けようか。OK、レッツゴー。はい、バタン Q。大負け。もう完全に分かりました。バタン Q、ボロ負け、BKB の2人でした。さあ、2勝目。ちょっと待ってな。ちょっと待って。え、せっこいって。ちょっと待って、待って、待って。タイム押して、タイム押して。あ、メガネつけてる森田が。めちゃくちゃ見づらい。いきますよ。ほんまに見づらかったんや。はい。逆に言うよ、今までメガネなしやってたな。もう重りつけてると一緒でした。ああ、そう。あ、でも今までならいらんもんな、メガネ。そっか、保留とかを忘れちゃうからね。そうね、保留はやっぱ最初は忘れがちかね。でも保留がやっぱあるとないはだいぶ違うから。はい、保留で棒出しまして、 BKB テトレスです。レッツゴー。負けたない。これさ、どうやって見てる？ネクストがあっちか。そうなんですよ、俺も逆で思ってました。そういうことね。見づらいわ。見づらいよな。負けてる人クレーム多いのやめてな。 I love you I love you。 ネクストなんか別に見てない。いや、ネクスト見たいっすよね。そう、ネクスト見たいよ。あ、え、ネクスト？あれ、こうか。お、なんや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 。なんか、すごいな。うん、びっくりした。そう。もう来い、もう。やばい、やばいかも。あー、やばいやばいやばい。これ保留がポイントやん。そう、保留の保留忘れんのよ。何をね、保留してたかとか。で、保留を戻すのが、また？ラーブ。うわ、やばい、負けた。最悪や。あそこやったな。あそこで分かれ目やったな。保留を戻すのはまた同じボタンね。はい。真ん中のやすちゃんがちょっと不利かな。右の森田がやや有利かのなのかというとこでしょうか。もうちょっと喋ってくれ。これ言葉出えへんわ。それぐらいおもろいですわ。うわーとかでいいからさ、うん、簡単文だけでいいからちょうだい。うわーとか、やばいとかちょうだい。あ、すいません、ちょっと黙ってください。ほんまにほんまに。あ、これやっしゃ負けるかもね。まあ森田勝ったらもう一回あるからね、当然やけど。あかん、悔しい。はい、ラスト。いやー、ラストじゃないか。ヤスちゃん勝ったらもう一回ありますよ。メガネしたから。そうね、悔しいわ。最初のもうね、入りは絶対俺のがもう、俺がもうすごいすごい、もううまいんだけどね。はい、もう俺はテトリスリーチ来てますけれども、はい、レッツゴテトリス。はい、ありがとうございますね。ここまではいいですよね。さあ、こっから。あー、おもろいやん。誰か知らんけど、おもろいことしてくれましたね。これですわ。あ、そう。ラーブテトリス。誰も喋らない。喋るむずいな。負けるね、負けるか、負けるわ。なんでやろ、おかしいな。あれ、どうした。なんで調子最初やのに負けるんやろ。I love you。
なんか途中から最初に出てる人しちゃうが不利なんかな、もしかして。そんなことはないです。いやでもそうやねんな、なんかそっからか。これ屋敷買ったらなんと一生ゼロ杯で揃って再戦を。やっしゃん頼むわ。はい、おもろくしよう。まあ、誰にとっておもろいかっすよね。うん、確かにね。どういうこと？今何？誰にとっておもろいかっていう。まあ俺たちそして視聴者とかかな。よっしゃいいね。決まったんちゃう？まだっしょ。まだか。怖い。意外とね、確かに積まれた方がいっぱい消せる説もあるのね。お邪魔ブロックでいっぱい消せるという話もあるんですよね。これは分からん戦いになってるけど、やっしゃんかな今んとこ。まだ問題発生。まだ分かんないでしょ。いやもう森田きつい。あーでもそうやな、ブロック運やな。あとは変えてはいるね。節々。うん。こっから森田勝ったすごいよ。勝つよ。かっこええ。暴行い。確かに。あ、はい。よっしゃ。最初じゃなかった。ラスト。おもろ。もう勝ち点で言うたら俺か。ない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 。勝つなんかない。2位まで残ってるわけですから。やめらへんやんけ。くそーりゃー。決まった。これはでもじゃあ俺は喋りますけれども、まあ本当ね、見てて分かるんですけど、見てて積み方はねずっと綺麗ですよね。ただこんなことになることがある。あー見せた。最悪。いつもギャルみたいな。最悪。ギャルや。あー悔しい。悔しいね。アホや。アホやね。普通に操作ミスしましたわ。あ、それアホやね。さあどうなるこっから。なんだっけ。シア。イカスイの来たで。はいはい。テトリスか今の森田。はい。あ？何ですか？テトリス決めたんか？えらい喋らへんけど。あ森田、久々声聞いたな。ドラ。なんかすごいな。そう、さあどうなりますか、こっから。あー悔しい。さあさあさあどうなるどうなる、こっから。あの操作ミスさえなかったら強いよね。勝ってたんやけどな。こんなこと言ったら俺も操作ミス。レッツゴーレッツゴー。みんな俺おもろい。これはちょっともう一回やろうか。俺俺これはもう一回やろう。やめてもいいしな。マジ一切喋らずやってみや。一切喋らず。結局あれやな、売れてるゲームが一番おもろいわ。いやあんまそうないよね。遊びたいですもん。おもろかったやろ。おもろかったですけど、ちょっと俺の意思もらいます。あ、じゃあテトリス、ゲーム史上初、ゲーム配信史上初、マジだまりテトリスやってみるか。やろうか。うん、マジ視聴者の皆さんも、はい、消してもいいです。やりましょう。こっから俺はマジで喋りません。じゃあこれで負けたらもう負け認めろよ、はい、今認めてないよな、ちょっとどうやら。あ、もう始まってる。もう黙ってる。さあ行きましょうか。絶対認めんこの人、うん。よし、望むところよ。結局一番売れてるゲームで勝つやつが強いからな。そうですね、うん、M1 より緊張してきた。いや、よう言うけど。前説より緊張する。せえへんやろ。あれめっちゃすんねん。
さっきのプレイヤー良くなかったかもな。俺もややこしいからキャラ変えんとってくれる。それはもう見にくなるから。うわー最悪や、絵変えたらあかんねや。うわ見にくなるからやっぱ。やるぞこれより。よーし行くぞ。さあ行きましょう。同じく左 BKB 真ん中やっしゃ、右鉄です。ここから一言も喋りません。えらい喋るやん。いや喋っとるがすごいから。これってさ、ちょっとスピード速くなったりする？せえへん。全然違った。ダリー。うわ。セルビアン。問題発生。なにこれ今の。もうこれなんなん、コントローラー腹立つな。俺しか喋ってないし。最悪や。これは最悪、これ最悪。おまだ喋れよ。いやいや、うわ最悪、ちょっとこれもやめよう。負けたけど一切喋らんとこ。喋れや、それは喋れや、暇やろ。マイク寒いよ。そうね、屋敷とどめさせ早く。クソ、あー無理か。そうやな、入ってる。確かに焦るな、もうあ向こうはもう虫の息や。焦るな焦るな。何してんねんそれ。あ、ミスだ。これがあるよな。そうそう、ミス。これあんねん。俺もさっきこれでやられたよ。よし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 。一発目やっしゃんです。よっしゃー、やっしゃん、やっしゃん。結局俺が喋ってんねんな。そんなこと負けたから喋るキャラじゃなかったよ。うわやば、読み間違えた。大変だ。あざーす。ラブテッド。大変だ。ラブテッド。うわ、これ負けや。何じゃこれ。先生方へ。問題発生。あか、弱えな。モニター買ってくれなあかんねん。モニター、うるせえな。モニター買てよ、うん、あ、ミスった。最初の段階やな、最初の段階に全然ちゃうことしたな。運が悪かったな、落ちてくるやつの運が悪かったな。うるせえな。完全に負けた人はやっぱ喋るっていう義務はやっぱ与えられると思うからな。それはもうちゃんとするけども、うん、二人は喋らんでもいいよ、集中してな。集中集中喋るやん。さあということで完全に 3P の森田が優勢には思われますが、ヤッシャンも綺麗に積んでますので、ここから挽回まであるような気がしますけれども、ただ森田がね、なかなか今綺麗に終わってるんで、ただここでね、テトリスとかが急に来られたら形勢は一気に逆転するんじゃないでしょうか。ただ優勢はやっぱり森田ですね。優勢うるせえなあいつ。
あ、これは決まりましたかね。さすがにこのタイミングのテトリスはやし、あんまりダメージがないですね。相殺したのかな、何かで。これを待ってたぞ。あ、やっしゃ、もうここで3立ていきましたね。あ、4まで待っときゃよかったな。4まで待っとくべきでしたね。焦りましたね、完全に。ただケースは逆転しました。逆転するんかい。赤いの逆転したら森田もあの3つが消えればテトリスまで、もうあと2つ消せばテトリスですね。これはテトリスまであと1列ですよ、森田さん。さあテトリスだ。さあ棒が来い。さあ行ったか棒。これはどうだ。あれ、あんまりダメージがない。なんで俺のテトリスあんまダメージ。いや、俺もテトリスしたんですよ。相殺してましたね。見応えあんのええわ。ちょっともう対応してや。いやー、俺の負けた女の子の負けてる感じ可愛らしいですね。あのテントムシ眺めてね。これ嫌やな。またんくよ。難しいな、これは。嫌よ。出ました、ヤッシャンのゲーム実況必殺セリフ。難しいな。難しいわ。あんまりゲーム実況にはそぐわないセリフとは聞いてますけどもとにかく難しいなを言い出したらヤッシャンですよ。あ、これはまさかの似たてあるか、屋敷の。それは刺さないよ。頼むよ。そんな見応えないことないよ。勝ち点とかないからな、森田。もう負けたら俺とお前は。大体2位やから。いや、関係ない関係ない。総合記録やから。あ、でもまだあるな、森田も。あ、操作ミス、ここで。これは、やっしゃん、やばい。痛恨の操作ミスほんま痛恨やったな、今の。さあ、これは、わからなくなってきた。森田優勢か。わからん。これはきつい。これは、さしまのやっしゃんというのも。さすがにきつい。森田じゃないだろうか。そしてこのそうなることにより1勝1敗が2人並んで BKB の追い上げが見れるかもしれない。さあ棒来い、棒早く棒。テトリス棒の欲している森田。さあ来た、決まるか。いった、テトリス。さすがに。さあ刺し物やっしゃんの刺し物。うん、言うねそういうの文学用語ごめんな。長いってなあ、さすがに。何分の動画やねんこれその動画のことだけ考えるのやめて。こんなもん流すなよ絶対流すから。こんな誰も喋らないやつCM 入れる。あー、ミスった。まだ勝てる可能性あったのに。いや、いらっしゃるよ。まだ森田がテトリスでもせん限り。さあフルバージョンでお送りしております。ここを誰が一体見てるんでしょうかといったとこ。これは決まった、テトリス。しかしヤッシャンも総裁を。テトリスってあんま意味ないんかな。ヤッシャンも2列ぐらい消してたやろ。はい、それやねん森田。相手が消してんねん。さあ俺がするそうするときにさ、やめときや。どういうことだこれはもう分からんな。あ、再びテトリス。これはいった。さあ総裁も効かないヤッシャンは、しかしながら三連だいぶ頑張ってますよね。頑張ってますね。これはいい戦いだ。しかしさすがにヤッシャンもう負けたと思います。やりましょう。3試合目。危な、操作ミスやった。よし、行くぞ行くぞ。粘る屋敷、粘るな。あー、痛恨の操作ミス。痛恨やな、くそー、はい、さ1勝0敗が2人います。これはまだ粘るぞはい、1勝0敗が森田と屋敷。さあ3試合目、レッツゴー。あ、久々やからなまってんな、ちょっとやかましや。問題発生。
トレス VKB。 これは乗ってる、完全に乗ってる。ラブテトレス、問題発生。怖い。あれ？あっちゃあ、操作ミス、痛恨の操作ミス。よっしゃ、森田さん負けでバイクさん買って。そうね、そうなるわな。まあ見といてや。あ、バイクさん早いわ。ずっと上手いねんけど、なんか負けんねんな。何だそれ。あ、操作めっちゃ早いな。そうやろ、はい、俺これ負けんねん、なんかしないけど。上手い人やろ、なんか俺上手い、なんか、ま、負けんねん、なんかルービックキューブやってるみたいな速さ。結構テトリスとかをちゃんと狙わなあかんな。でもまあここでちょっと。I love you。 あら、どうした。マイさん、ちょっとでもあれっすね、貯金もっと貯め、そうね、貯めた方がいい。ああ、それももうちょっと負けたかも。マイクさん、せっかくしたな。なんか、うん、なんか調子悪かったわ、後半。くそ、森田さん買ってまうやん。黙って。マイクさん、チェンジしたら、あれで。操作うまいけど、戦術下手くそやな。これ、見てる人分かりますよね。バイクさん、下手くそやな。へいへいへい。いや、ちょっと途中からおかしだったわ、確かに。勝ててたな。いや、森田さん勝ってもうたやん。もう一回行く。もう一回だけ行こうや。もう一回行こう。うん。ちょっとおしっこだけします。うん、じゃあ、俺、喋るわ。いや、あ、そう。はい。でも負けた時に喋ってたからなってなしな。いつまでもやってまうな、テトリス。テトリスってやっぱ一番おもろいっすからね。うん、もう今日仕事休めやな。休むか。バイトちゃう。ずっとやろうや。バイト。バイトのノリで行ってくんな。え、明日何？休めよ。休めよっちゃう。名古屋のなんか収録。収録？はい。名古屋。はい。あどうやら、ああ、じゃあラスト。ああ、目疲れた。もうラストにしましょう。ラストにします。泣いてもらってもラストです。じゃあ行きましょう。同じキャラでお願いします。なんかそれあるんちゃう。ないよ、この負けてるやん。俺が一番、遅いであろうやつですね。遅いって有利や。そうか。これより開始する。さあ、行きましょう。行きましょう。行きましょう。左 BKB、 真ん中ヤスちゃん、右鉄です。メガネしてから負けなしっすから、ね、確かに。そうやったっけ、うん。ヤシャンのやつ通り落とすのないけど、戦術どんくさかった。
戦術クソ、うん、戦術クソでした、バイクさん。早いって展開。早いってお前たち。ああ、操作ミスの腹立つ。なんでこんなやばいんやろ急に。ああ、また、ああ、操作ミス。操作ミスあるんですよ。操作ミスあるよなこれ。なんか俺死んでるのになんか下手なテトリス見せとってやん。あれすごい下手やん二人今。何？なんなんこの操作ミス。それはミスよ。え、バイクさん死んだ。死んだよ。なんで？分からへん。分からへんねん。なんでこんな弱なったんやろ。すごい上手い人の感じやってたのにな。ただ早いだけ。ああ、そうそうそう。感じだけ。やっさなんかめっちゃ下手そうに落としていくのになんか俺より強いんやろ。わけわからんな。ほら。ちゃんと考えるんで。そういうことね。うん、考えてる。ほら。バイクさんの操作の技術あれ俺。天下取れると思うよな。技術上げたら。技術。ああ。操作ミスる。LR 押すとき変なの押してますよ。そうか、そこでちゃんとテトリス狙いってねんな、ヤシちゃんは。はい。3個で終わらさへんねんな。問題発生。森田なんかさっき喋るわとか言ってなかった？いや、喋ってません。怖っ。怖いが、マジでキレた時の喋りが。喋ってたか、ごめんごめん。気ぃ使ってるやん、先輩の。わりわりわり。どういうこと？見てられへんやつや。まあ、楽しいやってよ。やってますやん。もうビビってるやん、後輩に。一番嫌やねん、これ。オッケーオッケー。はい、友達。あー、大丈夫か？テントリス作るよ。大丈夫か、テントリス。テントリス作る。あ、まあ、うん、これでこうです。はいはい。やばい、やってもうた。はい、2ラウンド目いきましょう。ヤッシャンが1勝しました。オッケー。俺も1勝今。いやいや、まだですまだです。レッツゴー。勝ちすぎて分からなくて。ここまでは完璧やんな、俺。なんか一回買ったらムズなりません？そうなんのかな、もしかして。ほら、もう死にますよ、ね。うん、あ、また操作ミスやん。ええ勝負するようにされてるように気するな。なるほど。俺めちゃくちゃ冷静にしてるやつじゃん。冷静いい、冷静いい。 OK、 ナイステトリス。圧勝とはこのことでしょうか。さあ、もう森田さんやってもらった。 OK、 一生一8回操作ミスだった。出たよ。じゃあ向いてないで。さあ行きます。森田リーチ、ヤシちゃんリーチ、森田ゼロ勝。はい、ごめんごめん。なんかパワーバランスおかしいな。おい、すごい。
I love you. I love you. やば。やばいやばいやばい。あかん、森田さん買って、森田さん買って。やってもうた。森田さん買って。もう寂しい。森田さん買って。無理や。この人もう無理や。寂しいや。よっしゃ、BKB です。最後は。ってことは？もちろんの BKB が勝ちました。俺が一勝。一勝ですね。屋敷が0勝ですね。トータル勝利数は、まあ、2勝で、俺が2勝、森田1勝、屋敷0勝かな。最初、あれそうやったっけ？最初俺勝ってるんじゃなかったっけ？そうだったっけ？お前がメガネつける前は、そうそうそう、ノーカウントで。1勝1勝、はい。え、メガネはノーカウントで。ノーカウントです。ああ、じゃあ1勝1勝。じゃあラストな。ラストな。もうラストな。ほんまラストな。え、やりたい。やりたい。これめっちゃ楽しい。そのパネポンからやけどさ、その勝つまでやめへんのやめてな。それはもうこの前に明日早いでしょ。だってそう2人とも早いやろ、はい、俺はもう帰っていいって思ってるよ2人が。いや俺帰らないですよ。いや俺帰る。俺も帰ろう。これで明日仕事休んだ。バイトやで。バイトやとマジ休んでたら休めって。え、何、引っ越し、引っ越しのバイトなあ。休めってもそんな別にさ一緒やっていく仕事じゃないやろ。今電話して休み決定しました。イエーイ。コンビニ行こうや。じゃあアートの方が金いいっつったら。引っ越しの業者させてる。そんなあるあるちゃうの引っ越しのバイトなんか。引っ越し前にこれはきつい。俺でも引っ越しのバイトしてなかったらこの世界入ってないからね。え、多分そんななんか深い話になっていくの。そうそうそう、実はね。え、そういう話ええやん、やってやん。どういうことですか。いいよそれ、どういうこと。嫌です、嫌です。何やねん。いや、その話おもろそうや。引っ越しのバイトでめっちゃ偉そうにされて、もう嫌やった。そう、こいつら絶対絶対こいつらより稼ぐって思って。あ、それで芸人目指した。そうそう。でも確かに引っ越しのバイトってやっぱ北斗の拳ぐらいその力こそ全てみたいな。確かにね、うん、運ぶんできんやつがやたら淘汰される。怒られるんですよね。でしかもさ、あいつらそのもらった祝儀さ自分らだけで分けてさ。祝儀、うん、もらうんすよ祝儀。あー、へえ。だからこれ皆さんでどうぞみたいなのあるんすよ、はいはい、礼儀として。はいはいはい。でそれ古株のやつらだ、まずリーダーがもらうからそれ、うん、で古株のやつらだけで分けるっていうね。あ、それバイトには回ってけへんの。回ってこないんです。めっちゃ腹立つさ。腹立つね。そういうのを実況にさ混ぜ込むめっちゃいいよ。なんでやねん、全然関係ない。いや、やっぱ見とけれるよ、そういうの知ってくれた。ラジオやった方がいいですよ。あが、もう集中力入れてきた。確かに森田の今のやり口すごいな。それで引き寄せといて。なんで集中力減る。何でやり口すごいなって。嘘やろ、だってその話。いや、ほんまや。変な嘘。いいよ、一人潰した。ほんま巻いて終わった時とかめっちゃ嬉しなかったっす。嬉しかった。え、今日なんか事務所のやつでなんかめちゃくちゃすぐ終わったみたいな。え、引っ越しのバイトそんなみんなやってんの。やってるでしょ。俺やってないな、さすがにキャシャやからさ。あ、でも割いいからやっぱね。まあね、やっちゃうんか。俺も数えるほど好き。マジしんどかったな。滋賀とか行ったな。へえ。ファミレスは 2,3 個やったけどね。うぅ、さあ、森田の惑わしトークの間に森田が勝ちましたので2回目です。レッツゴー。俺でも誰よりもバイトしてるからね。いや、俺も結構してるよ。でもレキはやっぱね、森さんが、うん、そうなん。俺も長いよ。え、バイトさんの美容師バイトじゃないでしょ。美容師の前でも俺めっちゃガソリンスタンドとか、ライフとか和食里とかビッグボーイとか日本ハムとかめちゃめちゃ飲食。何今の。いやおい
うわ魔法魔何全消しっす。全消し、あ、全消しか。全消し、あんなクラウンやな。そうなんマジ知らんかったっすね。ちょっと待って、これ喋った方がすごいやな。なんかわからない、バイクさんのゲーム実況。やっぱ、うわどうしようこれ、もうええわ。そうやね、全消し、全消し、全消しできそうやった。全消しはほんまにきつい。全消しするゲームみたいな。確かにね、知らんかったな。全消しありなんや、へえ。I love you. ほら全消しとか買った後ちょっと厳しなんねんな。何だ？コンピューターさんが。今日初の操作ミス出ました。 BKB 操作うまっ。全然言ってるのか。知らんて。面接ってん時の俺か。いや知らんて、私も知らんて。よっしゃ、俺勝ったんじゃん。勝ちました、勝ちました。あ、勝った、優勝じゃない。完全勝利ーありがとうございます。もうまあいいよ。まあ明日仕事やろ。そうだ、え、今だから俺が何勝もうええって。勝ってもやめへんやつ。もうほんまに、じゃあ何でやめてくれんの。ほんまにやめて、明日さ、休みの時に今度から来てた。いやほんまっすね、こんな仕事で今度ってないもんな俺ら。ないっす。で休みだったらこんなことせえへん。もっとなんかちゃうことや。有意義な。はい、おもろいやん。ということで、どういう編集になってるかわかんないですけども、時間にして5分は取れたやろ。1時間52分なので、これをギュッと20分に編集して1本でお届けしようかなとは思ってますけれども、ということで、皆さんもね、コロナなんかにはまだまだ気をつけてお過ごしください。、ぶっ飛べコロナバカ野郎、僕たち今日もベストフレンド BKB でした。ありがとうございました。めっちゃ痛みで生活。